ロアさん800円ありがとう。好きなこと、これで お金を稼ぎたいと思っていることで食っていくのに必要なことは何ですか。すげえ大変なことなんだけど、よく情熱とか熱意を保ち続けるみたいなこと言うんだよ。ビジネス本読むと、成功者の。バーカ、そんなもん信じんなよ。そんなもんね、情熱なんかなくたって、俺なんか適当に麻雀プロになりゃいいやと思って適当に始めてんだよ。で、うまくいっちまったもんだから、ある程度うまくいっちまったもんだから、そっから情熱をしただけだよ。ある程度チヤホヤされて、リーグ戦とかも昇級してタイトルとかも取ったから、やっとやる気になったんだよ。誰も見てくんねえし、誰も稼げねえし、何の成果も出てねえ、何の結果も出てねえんだったら誰も頑張んねえから、頑張り続けるなんて無理だから。ある程度、成果を得られる、金でもいいし、何でもいい、あなたが、で、好きなこと一本に絞んねえ方がいいよ。さっきも似たようなこと言ったけど、いくつか手出して、それでうまくいきそうなものに頑張んな。一本釣りして、VTuber やっていくっつって、それ失敗したらもう挫折しちゃうじゃん。VTuber やりながら、例えばだよ、麻雀プロやりながら、こっちではまた普通の仕事に就きながら、で、ニコ生の配信者をやりながら、で、どれかで数字が伸びたものを、どれかで本当にやっていきたいと思ったものをやる。俺はそれでいいと思うよ。これはマジ。ちちちさん800円ありがとう。白鳥翔に彼女ができるアドバイスお願いします。白鳥さんはめちゃくちゃモテますよ。まあ、白鳥さんぐらいが、今ちょっと売れすぎてきたけど、白鳥さんぐらい、麻雀界って3000人ぐらい今いるんですけど、一番上とかはもうモテないですよ。もう住む世界が違うし、共演する機会がないので。上から100番目ぐらいが大体モテるんです。100番から200番ぐらいが大体モテるんですよ。白鳥さんはもう上位30とかに入っちゃったんで、そこそこですけど、結局、元カノもそうだけど、やっぱ上は上で付き合うようになって、会う機会がないからさ。僕だって女流プロが今さ、1000人ぐらいいるのにさ、Mリーガーで会ってお話をする人なんて10人もいないよ。だから、そうなっちゃうのよ。だから白鳥さんは全然、まだ大丈夫だと思うよ。なので、アドバイスっていうか、あいつもういるかもよ。だってあの時も隠してたし、何ヶ月も半年以上隠してたし、絶対あれモテるよ。翔ちゃんはね、他人にめちゃくちゃ優しい。ごめん、言い方間違えた。他人に優しいです。自分には超優しいですね。だけど、他人にもちゃんとそこそこ優しいんで、白鳥翔自身に対して100優しいとしたら、他人にもちゃんと50ぐらいは優しいんで、モテますよ。だから、アドバイスは特にないですね。まあ、強いて言えば、変に、ちゃんとモテてて、ちゃんと金稼いでるのに、変に、闇落ちキャラだとか、モテようとして、変なキャラ作んない方がいいですね。そのままの方がモテるんで、変に作っちゃわない方がいいですね。はい。もう変に作っちゃってるんで、はい。こうすればモテるかもって思わない方がいいですね。余計なこと考えない方がいいです。いまいちなんだから。ここの出来はいまいちなんだから。うん。素直な自分を出した方がいいですね。翔ちゃん、ちょっと待って。あれ翔ちゃん違うんだよ。翔ちゃん違うんだよ。悪気がって言ったわけじゃなくて、翔ちゃん違うんだよ。あのね、翔ちゃんは、こう、オンラインパブリックとか始まると、翔ちゃんファンの女の子がいっぱいいるじゃん。翔ちゃんファンの女の子が、翔ちゃんのことを好きな理由は別にそこじゃねえんだよっていうの結構多いんだよ。翔ちゃんマジでちゃんと分かってるんだよ。翔ちゃんのビジュアルも含めて、翔ちゃんのこと好きな女の子って、翔ちゃんがよく見りゃ大したことねえのも分かってんの。いい？ちゃんと月に2回美容院に行って小綺麗にして、一生懸命メイク、50分かけてメイクして、一生懸命でそれなの分かってるんだよ。ちゃんと分かってんの。だから変に自分の中で白鳥を作り上げなくていいよ。大したことねえのみんな分かってるから。翔ちゃんのこと好きな女の子って性格いい子も結構多いから。で、翔ちゃんが大した感じじゃねえから好きなんだから、これほんと。翔ちゃんの彼女、翔ちゃんのことを好きな女の子たちはめっちゃいい子が多くて、どうせ翔ちゃんそれ失敗するんだろうな、その彼女どうせ失敗するんだろうなってみんな思ってたから。俺も思ってたし、みんな思ってたから、それでやっぱ失敗したでしょ。大丈夫だから。そのままでいて。大丈夫。みんなそういう翔ちゃんが好きだから。大丈夫だよ。うん。どうせ失敗すんだ、こいつな。なんかお前、週刊誌捉えちゃってツイッターしてたけど、どうせお前ダメなんだ、どうせな。分かってたから。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。こっちの動画も見てね。